3日に猛毒のヒアリが見つかった大井不当のコンテナで、さらに大量のヒアリが見つかったことが分かりました。環境省の担当者が昨日、コンテナの床板を剥がしたところ、新たに100匹以上のヒアリが確認されたということです。この中には働きアリのほか、卵や蛹が確認されましたが、女王アリや羽を持つアリは見つからなかったということです。 環境省はコンテナの床板をすべて剥がし、殺虫剤を撒いて見つかったヒアリを駆除したほか、目が届かないところにもヒアリが潜んでいる恐れがあるため、コンテナ全体をビニールシートで覆い、煙でイブス処理を行いました。今後はコンテナ周辺に殺虫剤が入った餌や罠を仕掛けるなど対応を進める方針です。 品川区にあるこちらの保育園では、大井不当でのヒアリの発見を受けて、さまざまな対策を取っています。104人の園児が通うこの保育園は、ヒアリが発見された場所からおよそ1.5キロの位置にあります。ヒアリが発見される前までは、1日数回ある遊びなどの時間に、 園の外へお散歩に出かけていましたしかし散歩に行くということをちょっと控えているっていうところもありましてまあ、行く場合ですと職員があの,の人数を増やしていくというところが区からの指示がありますのでさらにヒアリ対策として用意している殺虫剤は現在園に3つあり 園としては今後、各部屋に一つずつ置けるようにしたいと言いとます秋に向かって、今度あの、過ごしやすい季節になっていきますので、近くの公園にたくさん行くようになりますので、その頃にはどうにかこの問題も終わってほしいなと思っているところです日遣りの対応に動いたのは、他にも。怖いですよ、怖いけどどうやって判断したら分からないですよ、見分けつかないから。 先週ヒアリが見つかった大井ふ頭の周辺の公園にはヒアリの写真が入った看板が設置されました内容は万が一発見した場合は素手で捕まえたり触らないようにと注意を促す内容で近隣5つの公園におよそ数十箇所置かれています不安が広がるヒアリの問題専門家は これから一番危険ですねあの要するに、あの春、夏、あの秋口というかあのこの、日本の夏のシーズンなんかが、あのヒアリにとってはこう格好の繁殖シーズンというか、専門家によると、夏の高温多湿の環境が、ヒアリが繁殖するのに適しているというのです本格的な夏を迎え、ヒアリへの対策が続きそうです。